こんにちは、翔健ママです。今日は牛丼を作ります。作り方もとっても簡単で、すぐできて、お肉も柔らかくてしっかりめのお味付けで、とても美味しいです。ぜひ最後までご覧になって作ってみてください。それでは材料です。まず牛のバラ肉が、今日はこれ 200g、 玉ねぎが1/2個、生姜が 20g、 トッピング用の万能ネギが1本、これはなくてもいいです。あと調味料の方です。まずお酒が大さじ2、みりんも大さじ2、それからお砂糖も大さじ2、それから醤油が大さじ3、それから本だしが今日は小さじ1入ります。あとお水が 150cc、それからトッピング用の紅生姜が適量です。あと今日これ2人分なので、ご飯をね、丼2膳分用意してください。材料は以上です。はい、それではまず玉ねぎを切っていきます。玉ねぎはね、今日ちょっとくし切りにしようと思います。ちょっとこの芯のところをこれ落としますね。これでちょっとこうやってね、玉ねぎの中をくり抜いていただいて、これ切っちゃってもいいんですけれども、こんな感じですね。そうするとバラバラになるので、はい。そしてね、こんな感じの細めのくし切りにね、全部していこうと思います。ちょっとね、危ないものはこうやって、これの方がちょっとね、存在感があるので、今日はね、ちょっとこう、剥いでいただいて、ちょっと滑ったりするのでね。はい、こんな感じに切っていきます。はい、それからね、生姜はね、千切りにしていきます。今日ちょっとこれ、皮のままね、きれいに洗って使います。はい、それからね、万能ネギもね、これね、ここでちょっともう小口切りにしておきます。これはね、なくてもいいです。それからお肉は、長いのがあったらね、食べやすい大きさに切ってください。はい、材料はね、こんな風にね、全部切りました。じゃあね、作っていきます。はい、そしたらこういったフライパンにね、フライパンがいいと思います。これにね、まず調味料を全部入れてしまいます。お水が 150cc、それからお酒が大さじ2、みりんも大さじ2、お砂糖も大さじ2、それから醤油が大さじ3、それから本だしが小さじ1。はい、じゃあ火をつけます。はい、それからね、生姜も入れてしまいます。そしてね、ちょっと沸騰させます。はい、こんな風にね、沸騰してきたらね、まず牛肉をね、全部この中に入れてしまいます。そしてね、牛肉をさっと煮ますね。完全にね、煮なくて大丈夫です。さっとね、色が変わるぐらいでいいと思います。まだ赤いのが少し残るくらいでね、牛肉はちょっと煮すぎると硬くなるので。はい、こんな感じでね、まだ赤いところが少し残りますが、ここで一度火を止めて、牛肉を何かボウルかなんかにね、牛肉全部揚げてしまいます。はい、牛肉をね、揚げました。そしたらまた火をつけて、今度玉ねぎに火を通していきます。玉ねぎ1/2個分ですね。これ入れてね、煮ますね、このままね。
はい、こんな感じでね煮立ってきました。もう少し煮ますね。玉ねぎが透き通ってきて柔らかくなるまでね、あまりのグズグズにしない感じでこれ煮ていきます。今日はね蓋はしません。じゃあねもうしばらく煮ます。はい、こんな感じで今ね 4、5分で、ね、4分ほどこう煮ました。もうね玉ねぎもねだいぶ柔らかくなったので、そしたらここに先ほどね揚げておいた牛肉を戻し入れます。はい、これでねあと 2、3 分ですね。牛肉が固くなってしまうので、もうねほぼね牛肉はほとんど火はもうね余熱でももう通ってしまったのでいいと思います。ちょっと混ぜてね火を止めます。はい、そしてねこれすぐに盛り付けてもいいんですけれども、少し味を染み込ませたい時には一度冷ましてからもう一度ねさっと温めて盛り付けると味がすごく染みてね美味しいです。はい、それではね今ねちょっと一度冷ましてさっとねもう一度温め直しました。今ね丼にねこういった温かいご飯をね今日ね今よそってきました。じゃあ盛り付けます。はい、こんな感じに盛り付けました。そしたらね紅生姜とネギをトッピングします。ネギはなくてもいいですけれどもね、彩りが綺麗なので少しだけネギもパラパラパラとかけます。はい、そしたらね紅生姜をねこれお決まりの、やはりね紅生姜があった方がね美味しいので、はい、たっぷりのせます。それからね、お汁がね、まだこのぐらい残っているので、これね、お汁が、つゆが、こう、つゆだくがね、好きな方はお汁もかけてください。はい、これで、我が家流牛丼の出来上がりです。ちょっとね、甘めで、ちょっとしっかりした味でとっても美味しいです。ぜひね、簡単なので作ってみてください。はい、それではね温かいうちに試食してみたいと思います。はい、こんな感じにねとっても美味しそうにできました。じゃあねちょっとねお肉からいただいてみたいと思います。はい、こんな感じです。うん、お肉も固くなくてお味付けもちょうどね甘辛い感じのちょっと濃いめの感じでとっても美味しいです。じゃあね、スプーンで失礼します。ご飯と一緒にね、いただきます。ちょっと甘めのね、お味付けがとってもこのご飯と合って美味しいです。これね、ちょっと甘めがね、ちょっと甘いのが嫌だなっていう方はみりんとかお砂糖をもう少しね、少なくしてみてください。本当に簡単でね、本当にこれボリュームがあるのでぜひね作ってみてください。ごちそうさまでした。皆さんご視聴ありがとうございました。他にもねいろいろなご飯もののレシピの動画もたくさんあるので概要欄に貼っておくのでよろしければご覧になってみてください。それでは皆様お元気で、また次の動画でお会いしましょう。証券ママでした。